全然寒ないよ。ママの遺伝子のおかげやな。これ以上は手加減しないわよ。
は、ブローニャの一番大切な宝物です。私ですか？お待ちを。日程を確認します。任務全部終わらせたん？ほな、うちはせんでええな。見つかっちゃいました。この剣でライフを失う。ゼーレン、もう逃げません。艦長、ゼーレンをどこに連れて行く気ですか？来航は過去を全て断ち切る。重装ウサギ、Yes!
全滅なんだけど、ファイナルショット、フィールド展開。この戦いは私たちの勝利です。ブロニーオンライン。ブロニーオンライン。
切なんだけど、ファイナルショット、フィールド展開。チャージ完了、終わり。おめでとう、競争のある日。極寒マックスファイナル、フィールド展開、ドリブルの地球、全滅なんだけど、ファイナルショット、フィールド展開。この戦いは私たちの勝利です。ブロニーオンライン、またかかります。動きを録音、ファイヤー。油断しました。フリーズ。お目覚めよ、競争のある日よ。任務完了、お待たせいたしました。私ですか？
0019射撃トブローニャ戦場に到着しました。急ぎましょう。この戦いは私たちの勝利です。
チャージ完了。ブローニャ、戦場に到着しました。行動開始。急ぎましょう。行動開始。バイクがあればいいんです。シュート、アルティメットブレイド、完全解放。急ぎましょう。索敵に集中してください。行動開始。索敵に集中してください。次の行動座標に向かいます。変わった建物だけど、何のための場所だったんだろう。けど最高の展望スポットになりそうだ。なんだか壊された小塔に見えますね。高い。あちらの島はどれもこの建物とつながっているみたいです。登る方法を考えてみましょう。急ぎましょう。行動開始。次の行動座標に向かいます。
使えそうなものを発見したぜ。集中してください。警戒を維持。戦場は職場と同じです。急ぎましょう。次のふっ。行動かけ。あればいいんですが。急ぎましょう。行動開始。急ぎましょう。行動開始。急ぎましょう。行動開始。物資が入ってるとは少し予想外です。ブローニャ、戦場に到着しました。ブローニャ、戦場に到着しました。はい。集中してください。急ぎましょう。アルティメットブレイド完全解放。まだ任務中です。集中してください。行動開始。次の行動剤。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。はあ、危なかった。危うく落ちるところでしたね。発見を見てくれ。貫通。先輩、全部持って帰っていいんですか。貫通。先輩、全部持って帰っていいんですか。了解。次の行動座標に。はあ、危なかった。危うく落ちるところでしたね。わお、メリーゴーラウンドだ。残念だよ、水没してなかったらみんなで乗れたのに。
出てくるような。僕の発見を見てくれ。友達がたくさんいる人みたいにですか。いいな。一定時間内に木馬をどれほど乗り換えられるかという敏捷性を鍛える訓練機器のことですか。ごめん、やっぱり任務に集中するよ。策的に集中してください。行動開始。こんなに物資が入ってるとは少し予想外です。行動開始。ブローニャ、戦場に到着しました。次の行動座標に向かいます。ここが親友が墜落した埠頭だったんだね。先輩、痛かったですよね。問題ありません。当時の彼は気絶している状態でしたので痛みは感じていなかったはずです。それに彼が着地する前に0019がキャッチしましたから。ん？親友、どうして憂鬱そうな顔をしてるんだい。使えそうなものを発見したぜ。行動開始、急ぎましょう。策的に集中してください。行動開始。完了。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。おや、使えそうなものを発見したぜ。急ぎましょう。物資回収完了。バイクがあればいいんですが。私に運ばせてください。行動開始。策的に集中してください。次の行動座標に向かいます。ブローニャ、戦場に到着しました。策的に集中してください。
急ぎましょう。全て正常です。やあ親友。戦場に到着。了解。分かった。
ブローニャ、戦場に到着しました。索敵に集中してください。があればいいんですが。Thank you.
戦場に到着しました。次の行動座標に向かいます。行動開始。ブローニャ、戦場に到着しました。収束モード発射、貫通。収束モード、チャージだ。アルティメットブレイド完全解放。隊長の命令ならいつでも駆けつけるよ。了解。これだけか。全力で戦う。アルティメットブレイド完全解放。
解放。チャージ完了。終わりにしましょう。アルティメットブレイド完全解放。ブローニャ、戦場に到着しました。目的に集中してください。急ぎましょう。作戦貫通。僕の発見を見てくれ。次の行動座標に向かいます。
正常です。から来たラットさん、あなたとフワはもともと知り合いだったの？何が言いたいの？まあそんなに警戒しないで。別に何かしようとなんて考えてないから。彼女はケビンと同じで新世代にたどり着いた先行者よ。そうそれは面白いわ。ケビンに関しては特に驚いてないけど、フワがね。ケビンの場合、彼は当に時代の終結を予見してたし、自分の行くべき場所は未来だって知ってたから未来を選んだと思うけど、フワに関してはもう帰る場所がないから他に選択肢がなかったのかもしれないわね。